はい、どうもこんにちは。久しぶりにね、逆転裁判、ちょっと間が空いちゃったんだけど、このゲームもちょっと先が気になるし、ちょっとクリアまでね、ぜひやりたいと思いますので、今日は逆転裁判、続きやっていこうと思います。逆転の、殿様、多分これで決着かな。ちょっと今日はね、時間もあるし、逆転の殿様、終わってもまた、途中で、区切るかもしんねえけど、また4話もそのまま行ってみたいな、と思っております。どれだ ?3 日目の、これかな?探偵パートかな?じゃあ、これ行きます。そう。犯人は、第2スタジオの電柱でしかありえないっていう結果になったんだな、確か。あ、迷いちゃん。なんとなく犯人の目星がついてきたと。証拠を固めて、動機。助審法廷のシステムでは明日が最終日だからね。2、3年前から始まった。要するに犯罪の件数が多いからさっさと片付けようという制度。3日で終わっちゃうの?ああ、とりあえずはね。本当の裁判はこんなスピーディーに終わらんけどな。本当の裁判っていうか。留置場。三星さんはどうやら無罪っていうのが証明されたっぽいけん、よかったな。今日も生かしてましたね。潤んだ瞳はやめてください。失礼なにやけ面もやめてほしい。確かに失礼なにやけ面だな、迷いちゃん。三星さんもさん、とにかく残すは明日一日だけです。ああ。と言って僕に何かできるというわけでもない。姫神プロデューサー。動機がわかんねえからな。プロデューサーの方ですか。あの人は業界で天才と言われている方。天才。エイトに来てからもう5年近く経ちますけど、今じゃあの人に誰も頭が上がらないと。ここへ来てから立て続けにヒット作を作って、当時潰れかけていたエイトを見事蘇らせたんです。絶対的権力者だったわけか。いえ、なんでもないです。僕も噂しか知らないんで、なんかよからぬ噂があったのかな。宇佐井監督ってどんな人ですか?あの人はこれまでマイナーなビデオ作品ばっかり作ってきたんですと。これをあの姫神プロデューサーが目に留めて、殿様の話を持っていったと。ああ、じゃあ、宇佐井監督を見出したのも、プロデューサーやけん、やっぱ頭が上がらんのやろうな。おかげで宇佐井監督は今じゃ有名人。監督、プロデューサーには頭が上がらないみたいですよ。彼女の言うことなら何でもはいはい聞いています。胃袋さん。被害者の胃袋さん。胃袋さんのことなんですけど、昔はあの人大スターだったじゃないですか。急に名前を聞かなくなっちゃったんですけど、僕もあの人に憧れて、この世界に。あの人急に大きな仕事をしなくなったんです。そしてこの8で小さな作品に出るように。武者震いの夏、続編楽しみにしてたんですよ。スターの座を降りたのが5年ぐらい前。考えてみるとちょうどその頃なんですよね。姫神さんが8に来た。なんか5年前に、胃袋さんと姫神さんの間でなんかあったんのかな ?5 年前。そこら辺やな。まあ、こんなもんだろう。じゃあ、撮影所行くか。8。あ、おばちゃんや。綺麗な人へ。おばちゃん、今日は静かだね。てんてんてん。いつもこうだと、この撮影所も平和なのに。
その顔やめとけ。殴られるぞ。なるほどくん。ちょっと張り合いがないね。今なら詰所の洋館食べても大丈夫かも。食べたら8トンっす。ちゃんと聞いてるんだな。よかった、生きてたよ。話してくれないかもな、この状態だと。姫神プロデューサーのことなんですけど。エイトのオエラ方はあの女を気に入っているからね。あの女の思い通りにならないことはないよ。あの女扱いか。おばちゃんはなんか思うところありそうだな。この喋り方だと。苦々しい口調だ。嫌いなんですか？プロデューサーのこと。あの女のことは話せないよ。撮影所の人から言われたから。宇佐井監督。宇佐井監督ですけど。あいつは姫神の言いなりに動く、ふぬけた男。どうも姫神にいじめられるのが嬉しいみたいだね。S と M か。胃袋さん。胃袋さんのことですけど、あんた、よくもいい加減なこと言ってくれたね。あの、大スターの胃袋ちゃんのこともあろうに、犯罪者呼ばわりするなんて、おばちゃん許さないよ。本気で怒ってる。いいかい、胃袋ちゃんはね、おばちゃんの目をごまかすために、煮干しの着ぐるみを盗むような、こんな卑怯なことは絶対しないんだよ。まあでも多分本当なんだろうけどな、胃袋さんがしたんだ。他に した人がいないもん。話聞きに行こうか。まあ、まずはスタジオエリアから行くか。撮影は今日も中止。一回ぐらい見てみたかったな。明日の法廷で決着をつけるから、それから見に来ればいい。睡眠薬の瓶ってここで見つけたんだよね。そうだよ。他にも何かないのかな。うおー、糸の子刑事来たか。これ三つ木検事に言われたんだろう。お本。とにかくちょっとそのテーブルの皿を調べるっす。睡眠薬の痕跡を調べる。あ、教えてくれてんのか。ここになんかあるな。スタッフたちの昼食の後だ。事件があったため誰も片付けてない。皿の上には骨付きステーキの骨だけが乗っている。あれ、痕跡見たよな。こっちを見ろってことかな。あれ、ようわからん。あら、睡眠薬の痕跡を調べるってどうするんですか。詳しいことは持ち帰って調べる。今ここで軽く調べることができるようにと鑑識の先生が試薬をくれたっす。反応があれば薬の色が変わるっす。色が変わる。お皿に垂らした薬の色、はっきりと変わったっすね。睡眠薬が入ってたってことか。あ、そういうことっすね。証拠品、ステーキの皿、睡眠薬の痕跡があり、スタッフエリアで発見。大きな骨が残されている。捜査について実際のところ大騒ぎ。このまま煮干しを追及するべきだという意見と、容疑者を切り替えるべきだという意見で真っ二つ。まあ、そうだよな。悔しいっすが、自分は煮干し犯人説は違うと思っている。三つ剣検事にはまた申し訳ないこと。三つ剣検事、大荒れっす。機械室で熱いコーヒーの入った紙コップをひねり潰した。相当凝っとるな。大やけどっす。アホか、三つ剣。紙コップね。コップ、瓶。そういえば、あの小瓶、どうなりました？ああ、睡眠薬の瓶。あんたにはいいニュース。瓶から被害者、胃袋武の指紋が発見された。
あ、これやっぱ胃袋さんがその煮干しさんを眠らせるために胃袋さんが持ってたのかな、やっぱ。ということは、どうやら煮干しを眠らせたのは被害者みたいだった。あ、スタッフ入れのテーブルで発見、胃袋の指紋がついている。なるほどね。あ、中入るか。あ、スタッフ、学会の片付けをちょっと。うん、イモサブさん、明日無罪になるんだよ。これは本当にありがとうございます。でも殿様、今週で最終回なんですよ。終わっちゃうのか。でて、まよいちゃん大ショックだな。で、胃袋さんのことなんですけど、事件当日あの人第二スタジオに行っているんですよ。第一スタジオじゃなかったんですか。殿様の着ぐるみを盗んでいる。うん、言ってたな。胃袋さん、なんでそんなことを。やっぱりあの噂本当だったのかな。なんだ、ごめん、ちょっとなんか雨が降り出してきたけん洗濯物ちょっと直してくる。ちょっと待って、すぐ戻ってきます。再開します。胃袋さん、姫神プロデューサーに何か弱みを握られていて、何でも言いなりになっていたみたいと。なんでこいつが知ってんだろう、弱み。弱みというのはその人の後ろ、いや、その弱みの意味のことじゃなくて、5年前ここで胃袋さん主演の映画を撮っていたんです。で、当時できたばっかりだった第二スタジオで、この撮影中に何か事故があったらしい。これ以来第二スタジオは使われなくなっちゃって、この時のセットが今もある。ベッド、あのコテージか。最終回、本作は終わっちゃうの。でもしょうがないですよ、人事件起こっちゃったしな。しかも主役が容疑者として捕まっちゃったし、ニュースでその被害、あの容疑者ってなった瞬間も、あ、こいつ殺人犯なんだなみたいな目で見られるからな。
後にその犯人じゃない容疑者じゃなかったってそのね容疑が晴れても最初の印象というかニュースでもう出ちゃってるからこいつがやったんだなみたいに思われちゃうかな。これからもう一切子供向けの番組は作りません。まゆいちゃんショックだな。どうして私も寂しいんですけど、でもそれが8撮影所の方針なんです。ああ、方針ならしょうがないんだ。どうして子供番組を作らないのかな。8の偉いさんたちは殿様をこの事件のことを忘れたいんです。誰にも触れられたくないんです。そんな勝手な。殿様が好きな子供たちはどうすればいいの。大丈夫ですよ、きっと子供たちだってすぐに新しいヒーローを見つけますから。そんな殿様に対して熱量ないから。ここは言葉で言うより勝負品の力を借りよう。ちょっといいかな、これを見てほしいんだけど。これか。お、これはファンの子がたった一人で集めた写真だよ。で、子供たちは殿様が大好きなんだ。大人たちの都合でいきなり打ち切りなんて、スタッフならそんなことしちゃダメだよ。一スタッフがどうこう言える問題じゃなさそうだけど。そうなんですよね。わかりました。私にできることありますか。あるよ。聞かせてほしいんだ。5年前の事件のことを。さあ、5年前の事件。私の聞いていることをお話しします。5年前の撮影で胃袋さん、人を死なせたみたい。あー。人を死なせた。もちろん事故だったんですよ。それで、うまく立ち回って揉み消したのが姫神プロデュース。なるほど、これで分かったな。胃袋さんは人を誤って事故で死なせてしまって、それを揉み消したのがプロデューサーだ。で、そのプロデューサーに恩があるけん、恩というか弱みになっちゃったから言うこと聞くしかなくなった。主役だった胃袋ちゃんが主役を張らなくなっちゃった。当時胃袋さんは大スターでしたから、なんとしても隠しておきたかった。ケビンのおばちゃんならもっと詳しく知っている。その頃からこの撮影所にいましたから。ありがとう、聞いてみるよ。あのおばちゃん話してくれるか。ありがてえ、おばちゃんに話聞こうか。なんだよ、あんたたちまだいたのかい。そんなにここが好きならおばちゃんの代わりに働くかい。おばちゃん元気ないですね。みんな胃袋ちゃんのことを忘れようとして必死だよ。8撮影所がここまで大きくなったのは誰のおかげだい。みんな胃袋ちゃんのおかげじゃないか。おばちゃんが愚痴をこぼしてる。危険だよ、なるほどくん。ガチマンやファンの鏡だ。5年前のことなんですけど、あんた誰にそれを。それはマミヤがね。あ、マミヤ、なるほどくん、スタッフのこの名前だよ。とにかく聞いたんですよ、胃袋さん撮影中の事故で人をこの死なせちゃったって。あんたたちこうやって人の昔をほじくり返して楽しいかい。いや、これは荷物さんを助けるためですから。胃袋ちゃんが荷物の着ぐるみを盗んだって、こんな言いかかり、おばちゃんは信じないよ。それとも何か証拠でもあるのか。胃袋さんが着ぐるみを盗もうとした証拠あります。おばちゃんには悪いけどあるんですよ証拠。胃袋さんが着ぐるみを盗もうといった証拠、これです。
食らえ。これが証拠です。なんだいそのせこい瓶は。睡眠薬です。胃袋さんの指紋がついています。それがどうしたんだい。胃袋ちゃんだって眠れないことはあるさ。この薬を煮干しに使ったっていう証拠はあるのか。あります。あの日お昼に骨付きステーキを食べましたね。ああ食べた。これはその時の煮干しさんの皿です。睡眠薬の痕跡が見つかっている。そうかい、かわいそうにね。胃袋ちゃん観念したな。ガチファンのおばちゃんがやっちゃいけないことやっちゃったんだね。おばちゃんちょっと元気なさそう。あんたには負けたよ。話すとしようか。おばちゃんもちょっと疲れちゃったからね。悲しいな、おばちゃん。確かに今から5年前、人が死ぬ事故があったよ。まずいことに芸能記者が写真を撮っちまって、この写真をめぐって大騒ぎさ。この騒ぎを収めたのがあの女、姫神だよ。あいつ、暴力団とのつながりがあってさ。ヤクザ出してきたんか。芸能記者たちを黙らせたんだ。これからだよ。あの女がエイトででかい顔をするようになったのは。ああ。なるほどな。でも分かってやってよ。ひびくろちゃんに悪くはなかったんだ。おばちゃん。ちょっと待ってな。なんか昔のその事件のあれくれんのかな。新聞記事かなんか。あ、写真これ持っていきな。なんか敵だったおばちゃんが味方になってくれてる。あー、これあれか。めちゃくちゃ重要な証拠や。これであれだろ、胃袋ちゃんが人を死なせてしまった写真。その時の写真だよ。ここは第二スタジオのコテージですか。胃袋ちゃん階段の上で悪者と戦うシーンでね、相手役を花壇の鉄柵の上に。なんでおばちゃんがこんなものを。昔のことだよ、話したくもないね。わかりました。5年前の事故の写真を法的記録に挟んだ。これでかいな、証拠。ありがとうおばちゃん。じゃあ第2、あ、第1か。まず第2スタジオに来て、事件があった日、胃袋さん殿様の着ぐるみを着てここから第2スタジオに行ったんだよね。そうだね。でも何のためかな。君神プロデューサーか監督が呼び出したのかな。まあ普通に考えたら、なんか殺しに行ったんだろうな、多分。その煮干しのせいにして、あ、姫神だ。じゃないとわざわざその煮干しが着てた殿様の格好になんないよな。で、そこで殺人が起きたら誰が疑われるかって、やっぱそのアリバイがない煮干しになるし、殿様が映ってるから、殿様をたやつ、つまり煮干しが犯人っていう風に持っていくために胃袋ちゃんがやったんやろ。で、そこで何かが起こって胃袋ちゃんが逆に殺されたと。姫神、お、ん、に、ち、わ、こいつ話してくれないんだよな。迷いちゃん、向きになっちゃダメだって。雲を見てるの、私終わりみたいだな。こいつ話してくれないんだよな、胃袋さん。聞こえなかったかしら。雲を見ているの、私。他のことに興味はないわ。話してくれねえな、こいつ。
もう飽きたわ、私、殿様は。あ、犯人だ。なるほどくん、こいつが犯人だよ。私の、あやさどきの霊力がそう言ってる。宇佐井監督。あの、宇佐井監督のことですけど。どうしてもあの男の話をしたいなら、コテージの中でやってもらえるかしら。私は抜きで。こいつ何も話してくれねえな。コテージの中入るか。あ、武者震いの夏あるじゃん。昨日あのスタッフの子が掃除してたけど、あんまり綺麗になってないね。殿様のレアカード手に入れて浮かれてたからな。調べる。武者震いの夏。武士説。ダルマとザムラが気になる。なんでこんなにお金がかかるんだ？特になんもなさそうだな。なんか調べないかんか。宇佐井監督と君神プロデューサーの食事の後、皿の上には何も残っている。あ、この人たちも食べたんだね、骨付きステーキ。どうしたの？なんかちょっと変な気がするな。違和感っていうの？なんだろう、この感じ。骨がないんだよな。スタッフの方は骨残ってたんだけど。ここかな。わあ、綺麗だね。ちゃんと手入れされてるよ。あんまり近づくなよ。その鉄柵危ないから。写真つけるか。くらえ。見ようともしない。これ、あ、はい。どこで拾ったの？お、それは、大葉ね。おばちゃんかな？なるほどくん、警備員のおばちゃんの名前だよ。お、とにかく、君神さん、あなたはこの事故を揉み消す代わりに、胃袋さんを自由に操っていた、んですね。風。え？何ですか？強くなってきたわね、風が。まともに取り合ってくれんな。面白い話。続きはコテージでゆっくり聞かせてもらうわ。あ、こいつ逃げやがった。なるほどくん、コテージの中に入っちゃったよ。あ、行くか。うん、来たね。じゃあ、続きを聞かせてもらおうじゃないか。なんか雰囲気が違うぞ。君神さん、あなたはこの事件をネタに、胃袋さんを自由に操っていたんですね。胃袋さんは格安の出演料で子供番組の悪役。うん。その脅迫者呼ばわりかい？だってあなたがやったことはそうじゃないですか。確かに事故で人を死なせてしまったけど、これをネタに胃袋さんをスターの座から引きずり下ろして、お待ち。私は引きずり下ろすなんてことはしてないよ。胃袋のやつが勝手にダメになっていっただけの話さ。でも、この原因になったのはあなたじゃないですか。不運な事故だったのに。ちょいと。何さ。さっきから事故って。どうして事故だと決めつけるんだい？これ事故じゃないの？もしかして。どういうことですか？物分かりが悪いね。殺人だった？事故じゃなかったらそれは何さ。考えてみるんだね。事件だね。まさか、胃袋さんは、故意に？
ああそうさ、こいつでも汗かいてるやん、焦ってるよ。証拠は、その証拠はあるんですか。うん、そうじゃなかったら5年間も人の言いなりになんかなるかい。私はこの5年あいつを顎で使ってきたんだよ。でも警備員のおばちゃんはあれは事故だって。あの女は胃袋のファンだったからね。写真を持って撮影所にやってきた北に飛びかかっていってボコボコに殴られながらその写真を奪い取ったぐらいだ。おばちゃん、だからおばちゃん写真を持っていたんだ。バカな女さん、こんなものの目がさえあればいくらでも現像できるのにね。でも今となってはこの世に残っている写真はそれ一枚だけだ。渡してもらおうか。それ何言ってるんですか。これは大切な証拠。あんたたち、うわあ、暴力団だこいつ。無理やり奪う気か。この方たちはプロ、何でも揉み消すのがこいつらの仕事さ。お前たちも揉み消してやろうか。何、法廷は明日が最終日か。残念だったね。明日の法廷お前たちは欠席してもらうよ。なぜ、どうしてもこの写真にこだわるんだ。どうしてこの写真にこだわるんだ。これは胃袋さんの弱みであって姫神さくらにとってはどうでもいいことなのに。考える時間はたっぷりあるさ。じゃああばよ、お二人さん、始末は頼んだよ、あなたたち。やべ、これ消されちゃうのか。助けて警察。お、来てくれた。ちょっと待つっすよ。話は聞かせてもらった。犬神さくら、ちょっと署まで来てもらうっす。やべ、糸の子が初めて頼りになる。なかなかやるじゃないか、こうや。どうやら勝負は明日の法廷ということになりそうだね。楽しみにしておくよ。ナイス、糸の子。大丈夫？ちょっと踏み込むタイミングが遅れたっす。まだまだ勉強不足っすね。刑事さん、ありがとうございました。死ぬ、ここまで行ったな。危なかったな。何何、これが仕事っすから。どうしたんですか。一度このセリフが言ってみたくて刑事になったっす。じゃあ自分はこれからもう一仕事あるっす。縁があったらまた会うっす。さあ、なるほどくん、いよいよクライマックスだね。姫神さくら、どうやらターゲットは決まったみたいだな。続く。3日目で鑑定パート終わりか。最終日の法廷パート行くか。一応保存か。OK。あ、決着をつけよう。10月20日、午前10時、司法裁判所第4法廷。また、みっちゃんか。これより、二星三郎の法廷を改定します。検察側準備完了しております。弁護側も準備完了しています。今日は審理の最終日になります。検察側、弁護側とも、決定的な証拠の提出をするよう。では、三井源氏、冒頭弁論をお願いします。昨日の法廷で弁護人によって新しい説が提示された。殺人現場は実は第二スタジオだったという。本日は実際にコテージに人間を、コテージにいた人間を証人として呼び、その事実関係をはっきりさせたい。はい。誰？まあ、今日はちょっと控えめだな。では証人を呼んでいただきましょう。事件当日、第二スタジオのコテージで会議をしていた姫神さくらプロデューサーを。
証人、名前と職業、姫神さくら、エイト撮影所のプロデューサー。ここには事件当日、第2スタジオのコテージで、こんなことはみんな知ってるでしょ。余計なことは嫌い。どうしてもやりたいなら私抜きでやりなさい。協力的じゃねえな。では証人、事件当日のことを証言してください。なるほどくん、この人が犯人なんだよね。ああそうさ、絶対尻尾を掴んでやるぞ。事件があった日のこと、正午少し前、第二スタジオのコテージに入ったわ。会議が始まったのは正午、終わったのは4時。それからリハーサルがあるから第一スタジオ。そう、疲れてたから無罪に運ばせたわ。で、会議の休憩は2時半から15分間だ。無罪と一緒にコテージの前で骨付きステーキを食べていたわ。第一スタジオに行って、そこで胃袋の死体を見つけたわけ。こんなところにね。どこ突っ込めばいいかわからん、全然。証言で一つだけ気になったことがあります。疲れていたから、うざいに運ばせたというのは、車。あ、ライトバンがあったでしょ、第二スタジオ。あれ、うざいに運転させたの。アルマゲドンの首もあって危なかったし。コテージでの会議後、ウザイが運転して姫神を第一スタジオに運んだ。なるほど。では弁護人尋問を。最後の勝負だよ、頑張って。ちょっとなぁ、まだどれつけていいかわからん。とりあえず全部揺さぶるか。今日も少し前、第2スタジオに。お一人で？そう。スタッフエリアには顔を出さなかったんですか。そう、会話弾みませんね。そう、やれやれ。会議が始まったの勝負終わったのよ。この間席を立った人はいませんか。いないわ。勝利、証人はおしゃべりしに来たわけではない。証言の邪魔をしないでもらおう。あなたもよ、検事さん、むやみに机を叩かないで、耳障りだから。それからリハーサルがあるから第一スタジオ。それは何時頃ですか。忘れてた、忘れたわ。これ重要だよ。会議は4時に終わり、リハーサルは5時からだった。おそらくその間だろう。おそらくも何か、そんなの当たり前だろう。と疲れていたからウザイに運ばせ、ウザイに運ばせた。さっき言ったわ、ライトマン運転させたの、ウザイに。例えばそんなこと言ってたっけ。会議の休憩は2時半から15分。机を叩かないで、うるさいわ。そうだぞ、弁護人。あ、休憩した時間は15分。ウザイと一緒にコテージの前で骨付きステーキを食べていたわ。休憩時間の間に事件が起こっていたとすれば、当然ステーキなど食べている暇はない。ステーキを食べていなかったという証拠はないかな。これはちょっともう全く分かった。どれ突きつければいいんだろうな。25分から45分。
65か20万。繰り返しになっちゃった。なんかこれ突きつけるんだろうな。これか。思った通りそうきましたね。骨がなかったよな。骨付きステーキを食べていた。しかしそれはおかしいんです。どういうことですか。これを見てください。皿ですか。これはスタッフエリアにテーブルにあった皿です。ご覧のように大きな骨が残っている。当然だろう、骨付きステーキなんだから。そう、当然です。しかし思い出してください。コテージの外にあったテーブルの上を。綺麗に皿だけだったな。このテーブルの皿の上には骨は残っていない。君神さん、もし骨付きステーキを食べたなら当然ですが骨が残ります。つまりあなたはステーキを食べなかった。骨なしステーキを食べた、ステーキを食べなかった。あなたは休憩時間中ステーキを食べなかったのです。ステーキは焼却炉にでも捨ててしまったのでしょう。では君神様、休憩中何をしていたと。決まっているじゃないですか、殿様に会っていたんですよ。もちろん殿様に会っていたんですよ。静粛に。あ、まさか。この通りです。ステーキを食べるためコテージを出た姫神さんは殿様に出くわしたのです。そしてあなたは彼を殺害したのです。この手で。どういうことだ。なるほど、君は構わないわ。私がやったと。はい、面白いわ。久しぶりに退屈を忘れられそうね。いいわ、これからあなたと私の知恵比べといきましょう。受けて立つぞ。なるほど、くんしっかりね。そうね、確か凶器は殿様のスペアだったわね。私、見た通りか弱い女よ。こんな私が重いスペアを自由に扱えると思って無理。まああなたでなくてもあれを武器にして戦うのはそれなら無理でしょう。ふっ、分かってるじゃない。でもこんなことはこの際関係ないんですよ。どういうこと。凶器は殿様のスペアではなかったんですからね。何を言い出すのですか。スペアは死体のそばで転がっていたのですぞ。証拠をお見せしましょう。殿様のスペアが凶器ではないという証拠。これかな。折れてんだよ凶器そのものだと。いいですか、午前中の打ち合わせでこのスピアは一度折れている。折れたスピアを修理したのはおばちゃんです。ガムテープでね。そんなもので分厚い着ぐるみをつけた被害者の胸を刺せるわけがない。静粛に。弁護人、どういうことだ。自分が何を言っているか。黙り。
私を無視しないこと。どういうことかしら。自分が何を言っているか分かっているの。殿様のスピアが競技じゃないというなら、一体衣装はどうやって、あ、もう衣装じゃない、一体胃袋はどうやって殺されたというの。胃袋さんを殺害した凶器を提示できますか。もちろんできます。できなければこんなことは言いません。いつもながらうさんくさいほどの自信ですね。では示していただきましょう。胃袋さんを殺害した凶器を、これかな。この写真を見てください。何ですかこれは。階段の上にいるのは胃袋たけしですか。どういうことですかこれは。うん、今から5年前、撮影所で不幸な事故がありました。見ての通りの事故がね。このことは一切外部には知らされなかった。エイトだけの秘密だったのです。それが今回の事件と何の関係かっていう。三次検事、まだわかりませんか。階段から転落して鉄柵で胸を刺されたこの男見。なんということだ。この事故があったのは今から5年前でした。それと同じことが再び起こったのです。事件のあった日の午後2時半、君神さくらはコテージの外で胃袋さんと会ったのです。そして彼女は、恋か事故か分かりませんが、胃袋さんを突き落としたのです。鉄柵の上に。5年前、胃袋さん自身がそうしたように。つまり被害者は、胃袋たけしは、自分が人を死なせてしまったそのやり方で、今度は自らの命を落としたというわけ。そういうことになりますね。なるほどな。よくできた話。この出まかせの際のうちの脚本家として欲しいわね。まだ余裕こいてるふりしてる。何か反論がありますか。いい、あなたの言う通り胃袋がコテージで死んだとしましょう。でも実際は死体は第一スタジオで見つかったのよ。悪大官の着ぐるみの中からね。死体を第一スタジオに運んで着ぐるみの中に入れる。そんなの休憩時間の15分じゃ絶対に不可能。一体私はどうやって死体を始末できたという。コテージでは2時半から15分だけ休憩を取った。その間に胃袋たけしは階段から突き落として殺害し、第一スタジオに運んで着ぐるみの中に入る。無理だな。でも多分誰かがそのヤクザとか暴力団とかがいるから、そいつらに頼んだとか、もしくは宇佐井監督が頭が上がらんけんこいつが運んだとか。いかがですか、無理、死体の問題について。確かに無理だ、やるぞ。あー、死体の問題、確かに無理だ。時間的に十分じゃ無理。死体を運び出す方法が他にもあったらどうでしょうか。どういうこと。何も無理に全てを十分に収めることはない。あなたには死体を運び出す方法が一つだけあったので。ライトマンじゃないの。君神さん、あなたは死体を第一スタジオに運んだのです。
このライトバンに乗せて。やっぱそうだよ、あなたはさっきこう証言しましたね。会議の後リハーサルがあるから第一スタジオ、疲れていたからウザイに運ばせたわ。ライトバンがあったでしょ、ウザイに運転させたの。あなたはライトバンに死体を乗せて第一スタジオへ行ったんだ。そしてみんなが集まる前に死体を着ぐるみの中に入れたい、死体を着ぐるみに入れたんです。ライトバンを運転したのは宇佐井監督だったはずだ。弁護人は宇佐井監督が共犯だったというのか。もちろん共犯。違うな、共犯中理。あ、でも共犯かな。もちろん違う、もちろん違います。あ、宇佐井の目を盗んで死体をライトバンに乗せて宇佐井の目を盗んで着ぐるみに入れた。本気でそう主張するつもりか。本気なわけないじゃないですか。ジョークですよ、この場を和ませる。当然宇佐井監督が共犯、あ、やっぱ共犯扱いでいいのか。死体をライトバンに積み込むのも着ぐるみに入れるのも犬神さん一人では無理ですからね。それに殿様の着ぐるみも始末させたんじゃないですか。胃袋さんの血がついていますからね。おそらくあの小さな焼却炉で焼いたのでしょう。まだ続けますか。焦ってるね。もう結構あなた見かけ以上にやるわね。うっ、私の負け。楽しかったわ。やった、勝ったか。胃袋たけしを殺害したのは、わからないわ。あ、なんでそうなるのかしら。いい、私あなたたちと知恵比べをしたのよ。この結果確かに私犯行は可能だったみたい。その通りです。でもそれはあくまで可能性の話、証拠となればまた別よ。決定的な証拠ないじゃない。確かにそうなんだよ。もちろん証人の言う通りである。確かに極めて怪しいが証拠となるとない。密令のやつが迷っている。どうしたのかしら。私は今日証人としてここに来たのよ。質問がなければもう帰るわ。くそ、どうする。もう一度証言させるか。もう一度ですか。諦めの悪い男、いいかしら。私もう一度証言することになってもさっきと全く同じことしか言わないわよ。それこそ一言も漏らさず完璧に同じことをね。そしたらあなたどうするの。助けて千尋さん、助けて千尋さん。これで姫神さんに対する質問を終了します。意義あり。え、みつるぎ、この音楽熱い。どうしました、みつるぎ剣士。意義を唱える間に何か質問を考えようと思ったが思い浮かばなかった。そうですか、では
今度こそ意義あり。お待ちいただこう。証人もう一度証言を。あなた確か検事でしょ。なんでそんなにしつこく私を。とにかくもう一度だけ証人の話を聞きたい。どういうことなの裁判長。さっきと同じことをまた繰り返すのかしら。三次検事、同じことを証言してもらうわけにはいきません。一体何を証言してもらうのですか。それはそうだな、その死体を発見してから後のことをお聞きしたい。死体を見つけてから後。わかりました。では証人、証言をお願いします。なるほど君、どうして三次検事が。さあね、あいつにも分かったんだろう、誰が犯人か。でも被告人をみんな有罪にするのが俺のルールだって偉そうに言ってたのに。み、三剣、死体を見つけた後のこと。死体を見つけた時は無罪や警備員の大場がいたわ。スタッフの子もいたし、いなかったのも三星だけ。すぐに警察が呼んだわ。三星も遅れてやってきて、警備員の大場が大騒ぎだ。こいつが犯人だ。私はこの場にいなかったことにしてもらって、一旦コテージに台本や演出ノートを取りに持つわ。そしてその日はそのまま帰った。この証言に特に問題があるとは思いませんが。最後、いや最後かどうかわからんが。よいしょ。ちょっと見つけるか。真面目になってな。あの人強がってはいるけど、なるほど君もう追い詰めているんだから。最後の鍵を見つけたらきっと勝てるよ。うん。どこだろう。死体を見つけた後は、ウサイや TV の大場がいた。揺さぶるか、とりあえず。これは何時頃？リハータルの集合時間、5時だった。この頃だったと思う。うん。てんてんてん。あなたとウサイ監督は何時にスタジオへ？この10分ぐらい前かしら。死体を着ぐるみに詰めたりなんかはしなかったわ。もっと揺さぶってみる。弓神さんがスタジオに着いたとき、他のスタッフの皆さんはまだいなかったわ。それならば宇佐井監督に手伝わせて死体を着ぐるみに。お待ちなさいな。だからさっき言ったでしょ、死体を着ぐるみに詰めたりなんかしなかったって。人の話はよく聞くものよ。ボーク署に続けてください。スタッフの子もいたし、いなかったのは三星だって。三星さん昼寝してたんですよ。本人はそう言ってるわね。誰も呼びに行かなかったんですか。死体を前にしてそんな冷静でいられるわけないでしょ。もっと揺さぶってみる。ちょっと待ってください、それは逆じゃないでしょうか。殺人が起こって一人だけいない人間がいたんですよ。探しませんか。普通、ふむ、その通りですね。いかがですか証人。ふん、そりゃ理屈はそうかもね。でも実際に私たちそれどころじゃなかったの。それに三星は殿様の着ぐるみを着ないといまいち目立たなくて、よくロケバスに置いてかれたりしていたわ。かわいそうな二星さん。でもそれじゃしょうがないですね。では証人、続きを。すぐに警察を呼んだ。二星も遅れてやってきて、その間皆さんは何を。誰も一言も口を聞かなかったわ。重い沈黙。そこにやっと起きた二星がやってきたわ。遅れちゃった、許しておくれって言いながら、その場がさらに凍りついたわね。あ、いや面白いじゃん。
こんな感じにね。ね、なるほどくん。どうしてかな、結構面白いのに。やばい。ちょっと迷いちゃんと同じレベルじゃ。重い雰囲気も和みそうなもんだけどね。エビの大場が大騒ぎだった。こいつが犯人。おばって、あのおばちゃんだよ、ね、おばちゃんはどうして荷物したの？彼がスタジオに向かうのを見たからと言っていた。ああ、トム様のことか。もっと揺さぶってみる。え、刑事はおばちゃんの証言だけで荷物さんを逮捕したんですか？ああ、後で聞いた話では、彼女写真を刑事に渡したみたい。A のゲートのカメラが撮った写真だな。まあ、彼女、胃袋のことになると見境がなくなるから。この場にいなかったことにしてもらって。いなかったことにそう。他の人は取り調べを受けたみたいだけど、私、ああいうの嫌いだから。なんでそんな自分勝手なことを。エイト撮影所の人間は思いやりがあってね。会議をしていた私たちが犯人のはずはないからってかばってくれたの。よく言うよ。会議に出ていたのは偉いさんにスポンサー。どうせ例のプロでも使ったんだろう。一旦ホテルに台本や演出を取りに戻ったわ。今のところわからん。そもそも第一スタジオにはリハーサルのために来たはずです。なんで台本やノートを持っていなかったんですか？リハーサルなんかできないと思っていたから。どうしてですか？殺人があったでしょ。何にしてもリハーサルなんかできるわけないわ。いや、今の証言おかしいよな。なんで殺人があったってことをその時に知ってんの？今の発言には問題がある。なんだって。よろしいか。リハーサルがないと思ったから台本を持っていかなかった。それではまるで、コテージを出る前からすでに死体があると知っていたようだ。ほら。そういうことだよ。静粛に。三剣賢治。今の発言ですか？確かに指摘の通りです。しかし、検察側の人間の取る行動とは思いません。まるで、そう、弁護人ではな、そう、弁護人ではないですか。ご心配いただくのはありがたいが、私の取るべき行動を決めるのは私だ。三剣かっけえ。さあ、証人、答えていただきたい。三剣に助けられた。ふん。検事は弁護士とグルってわけ。まあいいわ。私、そういう意味で言ったのではなくてよ。リハーサルがないと思ったのは、それなりの理由があるわ。それを証言してもらおう。では、証言を修正してもらいましょう。怪我した胃袋に握手は無理だから持っていかなかった。どうして怪我のこと知ってるんですか？どうしてって。無罪よ。あいつから聞いたわ。無罪監督か。ちょっと、なるほどくん。今の証言、よく聞いて、なんか変だよ。何かミュートしたか。ここで何かを見つけられなかったら、今までのことがみんな無駄になっちゃうんだよ。なるほどくんを信じてる。だからなるほどくんも。さっきのところで何かを突きつけるんだな。怪我したよくのアクションは無理だから持ってきた。怪我した胃袋のアクション。怪我した胃袋は？あ？足を引き寄ったらいい。どれだろうな。これか？怪我をした胃袋。なんで殿様見て怪我をした胃袋ってわかるんだ。ちょっと待ってください。怪我をしたのは殿様の方。荷星三郎
なんだってだよな、煮干しが怪我したんだよな。確かに胃袋さんは足を引きずっていた。しかしそれはあくまで煮干しさんのふりをするためだった。どういうこと？午前中の打ち合わせで確かに怪我人は出ました。しかしそれは煮干しさんであって胃袋さんではない。なぜあなたは怪我をしたのは胃袋さんだと思っていたんですか？うざいに聞いたんだよ。そうだ、あいつが勘違いしたのさ。それはありえません。宇佐井監督は打ち合わせに参加していました。だから新星さんの足の怪我のことはよく知っています。彼が間違えるはずはない。姫神さん、あなたは足を引きずった胃袋を見た。あなたは実際に足を引きずっている胃袋さんを見たんです。しかし怪我をしたのは新星三郎のはずですか？ここで思い出してほしいんです。胃袋さんも足を引きずっていたじゃないですか。煮干しさんのふりをするために。これはいつだったか。これはソロ様の着ぐるみを着て第2スタジオへ向かい、そして殺害されるまでの間だ。その通り。弓神さん、あなたは足を引きずったソロ様と会ったのです。ソロ様の着ぐるみには胃袋さんが入っていた。だからこそあなたは胃袋さんが怪我をしたと勘違いしたのです。筋は通ってるな。何か反論は？今度こそ反論なんかできるわけないさ。じゃあ聞かせてもらおうじゃないの。私が胃袋の死を望むその理由は何なのさ。落ちぶれていたとはいえスターだったんだよ。あいつが死んだって私には何の得もないじゃない。動機というやつですな。確かに彼女がなぜ被害者を殺害したのか、その理由はまだ明らかにされていません。いかがですか弁護人、ずばり動機を証明することができますか？もちろんできる。この事件の動機を物語に。これかな。証拠はこれです。これはさっきの写真ですか。これが今回の事件の動機を物語っているのです。そうですね姫神さん、5年前スターダムの頂点に立っていた胃袋さんは姫神さくらの力で事故をもみ消してもらった。今回の事件はその時から始まっていたんです。皮肉なことに胃袋さんはこの事故をきっかけにスターの座から転落することになってしまいました。姫の意識があったのだろうな。しかし姫神さくらはそんな胃袋さんを利用した。格安のギャラで胃袋さんを散々コンビ使ったのです。では今回の悪代官役も胃袋さんにしてみれば屈辱だったでしょうね。ちょっと待ってください。なるほど君、さっきからあなたは胃袋さんの話ばかりしている。これではまるで胃袋さんが姫神さくらを殺害したように聞こえます。しかし姫神さんの方はどうなの？そうさ、あんたの話によれば私にとって胃袋はいい金づるじゃないか。そんな都合のいい男私は手放したくない。弁護人、彼女の動機を教えてください。動機などない。彼女に動機なんかあります？なんですって。彼女はただ階段から突き落としただけなの。殺意を持って襲いかかってきた胃袋さんをね。なんだと。簡単なことです。殺意があったのは胃袋さんの方だったんですよ。なんだって。ここで殿様の BGM
胃袋たけしは睡眠薬で荷星さんを眠らせた。胃袋たけしは楽屋に忍び込み着ぐるみを盗んだ。胃袋たけしはそれを着ておばちゃんの目をごまかした。そして胃袋たけしはコテージへ向かった。一体何のために？全ては自分を散々利用した姫神さくらを殺害するためです。あなたがやったんですね。あ、悟ってる。そうよ、観念したか。犯人はこの私よ。この私が医者だ。早くしろ。すごい血だ。もう手遅れじゃん。あ、姫神さん、これは一体どうしたの？何があったの？たくみさんがコテージの階段から落ちて。あ、たくみくんが。姫神さん落ち着いて。嘘よ、一体どうして？事故だったんですよ。胃袋さんのアクションシーンで。たくみくん、たくみくん。たくみくんって人と姫神さんはもしかしてできてたのかな。だからそれで、恨みもあって胃袋さんにこき使ってたのかな。触っちゃダメです姫神さん。いやー、死なないでお願い。姫神さんの悲しい過去。観念したな、顔が。おめでとう、なるほど君。私の負けね。三つ剣剣士姫神桜は大切に冷静なものだ。そうですか、なるほど君。はい、どうやらまた奇跡が起こったようですね。あはあ、それは違う裁判長。荷星三郎は無実だった。だからそれが証明された。当たり前のことだ。なんか三つ剣の性格は変わったんだが。そうですね、その通りです。では、荷星三郎に対する判決を言い渡しましょう。無罪。あー。では、本日はこれにて閉廷。10月20日午後1時12分、地方裁判所被告人第三控室。もう何と言えばいいのか。本当お世話になりました。よかったですね。はい、ただ胃袋さん、僕の着ぐるみを盗んだってことは、姫神プロデューサーを殺害してその罪を着ぐるみごと僕に着せようとしたんでしょうね。それだけが悲しいです。なるほどさん、どうして？あ、はい、教えてください。どうして胃袋さんは僕に罪を？胃袋さんがあなたに罪を着せようとしたのは、あ、やっぱ これかな。これはあなたが殿様だからですよ。どういうことですか？胃袋さんはかつては大スターだった。なのに今は子供番組のしかも悪役です。子供たちは殿様が大好きです。だから彼はあなたを憎んでしまったのでしょう。やっぱりですか。一言言ってくれればいつでも変わってあげましたのに。そういう問題じゃないと思う。ありがとうございます。これでこの事件ともきっちりお別れできそうです。おめでとうございます、ニボタブさん。いやー、皆さんのおかげで殿様は続けられます。早くあの汗臭い着ぐるみを。どうかしましたか？いいえ、何でも殿様は終わっちゃうんだよな。なるほどくん、三つ剣剣士がどうした？なるほど、
何か言え。苦手なのだ、世間話。え？あ、ああ。残念だったな、三剣。いきなりそれか。ありがとう。君の協力がなければ、姫神に逃げられるところだったよ。あ、恐縮です。二星と申します。む、三剣と申します。いつもテレビでご活躍を拝見しております。嘘つけ！なるほど。私たちはこうして再び出会ってしまった。再び？しかし、出会うべきではなかった。おかげで私の中に余計な感情が蘇った。余計な感情？不安、そして迷いだ。それは余計な感情じゃないだろう。私にとっては邪魔なものだ。いいか、なるほど、龍一。もう二度と私の目の前に現れないでほしい。それだけ言いに来た。なんだ、三剣。お前消えるのか？あの、なるほどさん？今の方、お友達なんですか？そんな友達なわけないじゃないですか。敵ですよ、敵。ね、なるほどくん。今はね。なんでそう思わせぶりなこと言うかな？教えてよ。こうして、この事件はついに幕を下ろした。僕が法廷でぶちまけた胃袋さんの事故は、大きく世間を騒がせることになった。しかしその結果、エイト撮影所は再び方針を変えて、子供のためのシリーズを続けられることになった。小江戸剣士。姫様。なるほどくん。今日だよ、新番組。一緒に見るんだからね。しかし、本気でやるとは思わなかったよ。なるほどくんも買うんだよ。トレーニングカード。ゆうたくんやスタッフのことトレードするんだから。はいはい、わかったよ。でもよかったね、ニボサムさん。また主役だって。今度こそ顔出るかな。ますます出ないと思うよ。終わり。第3話、殿様。逆転の殿様、終わりです。じゃあ次回は、逆転とさよならって書いてあったね。それやっていこうかな。ちょっとね、また次やるんですけど、ちょっと、いい時間なんで、ちょっと一回休憩しますので、ここで区切りたいと思います。じゃあ、この辺にして終わります。お疲れ様です。